来月5日に期限を迎えるまん延防止等重点措置の解除について、村井知事は期限前の早期解除を否定し、さらに来月5日に解除してよいのか、危機感を持っているとも述べましたま、まあ、適用から2週間が経過したまん延防止等重点措置について、村井知事はきょうの会見で、感染者は減っても重症者の数が増え、病床も逼迫しているとし、

期限となる来月5日より前に、政府に対して解除を要請することはないとしました正直なところを言うと、5月の5日にすぐ解除していいものかどうかと、それぐらい今、まだ危機感を持っているということですね。新規感染者数の減り具合が加速度的に進むのではないかと思っていたんですけれども、えー、決してそうではなく、緩やかなんですね。ですから、あのー、思った以上に、えー、私は変異株 調べているんですけれども、影響は出ているのではないかなというふうに思っております。